小型のゲンゴロウは、高中目ゲンゴロウかゲンゴロウ赤ゲンゴロウ属の水生昆虫。同族のゲンゴロウサイビスターチャネンススに似ているが、本種は名前の通りゲンゴロウより小型で、本種の覆面は黒褐色であるため容易に区別可能である。体長24から29ミリメートルで、体型は比較的平たい長卵型で、背面は 緑色か黒褐色で強い光沢がある。頭立て、上唇、前胸背、上羽側円部は、ゲンゴロウと同様に黄色から高褐色で、この上羽の黄色体は、側縁から側辺に達し、羽端部で、釣り針の先端のように広がる。頭部は細かくまばらに転刻され、前頭両側と、複眼内円部に浅いくぼみがある。 全境世は、オスメスともに前円部、側円部などに天国がある他は、滑らかで光沢があり、上羽には3条の天国列があり、オスメスともに、滑沢で、上羽の長さは、全境の長さの5倍以上ある。触角、口枝は、高褐色、前足、中足は、高褐色で、中部子は、暗色となり、後ろ足は、暗石褐色である。覆面は、 暗石褐色で光沢が強く、腹部第3節から第5節の速報に、気褐,褐色の小さな門があるが、メスでは門が目立たない個体もある。オスの交壁中央辺は、先端後方でややくびれ、先端部は二股状で丸みがあり、深く湾入している。日本では、本州、四国、九州、津島、南西諸島、小笠原諸島に分布し、 国外では、台湾、中国、朝鮮半島に分布する。地上、放棄水田などに生息し、水生植物が豊富な浅い湿水域を好むが、水生植物がない水たまりや、河川の岸際の植生一体でも見られる。成虫寿命は2年から3年で、4月から7月にかけて水草の茎に散乱し、幼虫は主に初夏に確認されるが、 条件次第では10月末頃まで産卵が続き、孵化後、約2ヶ月で成虫となる。サナギ室の直径は、約28ミリメートル。幼虫上陸から8日までの全幼期は7日から12日程度、8日から5日までのサナギ期は8日から12日程度で、ある。幼虫、成虫ともに肉食性であるが成虫は、水草も食べる。サイビスタートリプンクタタス種の一亜種で、 元アシュ、CT トリプンクタタスは、アジアアフリカオーストラリアの熱帯、亜熱帯、温帯域に、極めて広い分布域を持つ。2015年発行の、環境省レッドデータブック2014では、CT、ウリアンタリスグシュエントナー、1931として、掲載されている一方、2018年版、環境省レッドリスト及びイタスでは、 ct ラターリスとして掲載されている。ニルソンによると ct ウリアンタリスは ct ラターリスのシノニムとされている。かつては日本各地の平地低山地で普通に見られたようだが農薬の大量使用とほぼ同時に多くの地域で絶滅した。近年は本州では生息地はわずか数カ所に残るのみとなったほか四国、九州でも 局所的に残存するのみで減少が著しく、2018年現在は絶滅危惧通類に指定されている。各都道府県のレッドデータブックにも以下のように掲載されている。近年では個体数が回復傾向にあり、2012年度公表のレッドリストでは大型言語老類で唯一ランクが下方修正された。その要因としては地球温暖化により、 南方系の種である本種が生息可能な地域が拡大したことに加え、成虫がゲンゴロウクロゲンゴロウより活発に飛翔し、移動分散能力が高いため、過去に絶滅、減少した地域に再定着している可能性が指摘されている。飼育下における寿命は2年から3年程度で飼育は比較的容いだが、窮屈な環境を嫌うため小さな飼育容器では、 死亡しやすい難点がある。また産地を問わず通常の飼育セットで越冬させようとすると低温時に出死しやすいため、原冬期は摂氏10度摂氏15度程度に保温して越冬させることが望ましい。中国では、元語老類やガムシ類が昔から広く食用にされており、中でも本種は塩水で煮てから乾燥させて保存食にされている。食べる際には羽 足をむしり取って、残りの部分を食べる。また薬用として、以下のように利用されていた。環境省、各都道府県資料書籍論文、ありがとうございます。